アリソン・クラウスはアメリカ合衆国イリノイ州出身の歌手、フィドル奏者。ブルーグラス、カントリーの分野で活動し、1990年代にブルーグラスを新しい聴衆に届けたアーティストとして評価されている。1987年にラウンダーレコードからデビューを果たして、その後バックバンドのユニオンステーションと共に活動を続けていく。 2012年現在、グラミー賞の受賞数は27で、歴代2位、女性では史上最多である。また、ドリー・パートーンや、ビンすぎる等多数のカントリーミュージシャンとの共同作業に加えて、ロバート・プラントや、ジョン・ウェイト等、ロック・ポップス系のミュージシャンとのコラボレーションも多い。自分で作詞、作曲を行うことは少なく、 クラウスは2011年のインタビューにおいて、ソングライティングに抵抗があるわけじゃなくて、自分がやらなければいけないことだと思っていないだけ、私は、この曲は、私が歌わなきゃとすぐに思わされるような音楽を、たくさん聴いていると語っている。イリノイ州、ィケーターで生まれ、イリノイ州シャンペーンで育った。父は1952年に渡米してきた、ドイツ系アメリカ人で、母は、ドイツ系及び、 イタリア系。2歳年上の兄、ビクター・クラウスは、後に作曲家、ダブルベース奏者として活動し、2004年には、ノンサッチレコードから、ソロデビューを果たしている。5歳でバイオリンを習い始めるが、クラシック音楽には興味を持てず、カントリー及びブルーグラスに傾倒し、さらに、友人たちの影響で、AC、DC、カーリー・サイモン、ローリング・ストーンズ、 レーナード・スキナード、エレクトリック、ライト・オーケストラ等の曲にも触れた。また、クラウスは、ポール・ロジャースの大ファンとして育ち、後に、ロジャースが在籍していた、バッド・カンパニーの楽曲、オー・アトランタをカバーしている。1983年11月、スプブグマによる全米フィドラーズチャンピオンシップで9位となった。 1985年、インディーズレーベルのフィドルチューンズからリリースされたアルバムディファレントストロ t クスに、アニビクターと共に参加しており、これがクラウスの初レコーディングとなった。クラウスは1985年にラウンダーレコードとの契約を得て、1987年にはデビューアルバムトゥーレイトトゥクライを発表。続くツーハイウェイズは初めて、 ユニオンステーションと連名のアルバムとしてリリースされ、グラミー賞最優秀ブルーグラスアルバム賞にノミネートされるが、受賞は果たせなかった。1990年のアルバム、I've Got That Old Feeling で、クラウスは初めてビルボードのカントリーアルバムチャート入りを、果たして最高61位を記録し、このアルバムで、グラミー賞最優秀ブルーグラスアルバム賞を受賞した。自作、 エブリィタイム優勢グッバイはカントリーアルバムチャートで75位に達し2作連続でグラミー賞最優秀ブルーグラスアルバム賞を受賞1993年クラウスはグランドオールオプリのメンバー入りを果たすブルーグラスのアーティストがメンバー入りするのは29年ぶりでまた当時としては最年少のメンバーであった1995年発表のコンピレーションアルバム Now That I've Found You A Collection はカントリーアルバムチャートで2位、総合チャートのビルボード200でも13位という大ヒットを記録して1996年3月には RIAA によってダブルプラチナに認定された。また、クラウスは1995年のカントリーミュージック協会賞で女性ボーカリスト賞とホライゾン賞を受賞しシングルヒット曲、 ウェインユーセナシシングエイティオールがシングル賞を受賞した。クラウス自身もこの成功に驚き、2002年のインタビューで当時のことを本当に不思議、有名になったことで自由に外出もできなくなった。私の名前を見た自動車教習所の受付が私を見上げて眉を潜めてあなたがそんな格好で出歩くなんて信じられないって言ったこともあったと振り返っている。 Now That I've Found You A コレクションの大ヒットの後、1997年に発表されたアルバムソロングソロングはカントリーアルバムチャートで4位、ビルボード200では45位に達し、第40回グラミー賞では3部門を受賞した。音楽評論家のカブコーダは、オールミュージックにおいてソロングソロングをメインストリームの成功が訪れた時に起こりがちな、 ことに反したギミックの全くないアルバムと評している。また、1997年にはギタリスト、ハーモニカ奏者のパッド、バージェソンと結婚。二人の間には長男が生まれたが、2001年に離婚している。アリソン・クラウス、ロバート・プラント。2008年5月5日、バーミンガムにて2000年、クラウスがプロデュースした、ブルーグラスグループ、ニッケル、クリークのアルバム。 ニッケルクリークがリリースされた。同年映画、オーブラザーのサウンドトラックに参加しており、第44回グラミー賞では参加アーティストの一員として最優秀アルバム賞を受賞した。2001年発表のアルバム、ニューフェイバリットは、ビルボード200で35位に達して6年ぶりに全米トップ40入りを果たし、グラミー賞ではクラウスにとって4作目の 最優秀ブルーグラスアルバム賞受賞作となった。また、クラウスは、同アルバムで、初めて全英アルバムチャート入りを果たし、72位を記録した。2002年に、リリースされたニッケルクリークのセカンドアルバム、ディスサイドは、前作に引き続き、クラウスがプロデュースした作品で、クラウスは、同アルバムで、グループと共に、グラミー賞最優秀、コンテンポラリーフォークアルバムを受賞した。 2003年2月、ニューヨークのラジオシティミュージックホールで行われたコンサートサルートツーザブルーズに参加して、ジェームス・ブラッド・ウルマーと共にシッチン・オントップ・オブ・ザ・ワールドを演奏。この模様は2004年公開のドキュメンタリー映画ライトニング・イニア・ボトルで紹介された。また、クラウスは2003年公開の映画コールド・マウンテンのサウンドトラックで エルビス・コステロとティー・ボーン・バーネットが共作したザ・スカーレット・タイドとスティングが作詞、作曲してバッキング・ボーカルでも参加した You Will Be My Ain't True Love の2曲を歌った。2004年2月第46回グラミー賞においてアリソン・クラウスユニオン・ステーションは最優秀ブルーグラスアルバムと最優秀カントリー・インストゥルメンタル・パフォーマンスを受賞した。 2004年11月7日、クラウスはレッドベリーのトリビュートコンサートに参加し、この時に初めてロバート・プラントと共演している。また、2004年のカントリーミュージック協会賞では、クラウスがフィーチャリングアーティストとしてゲスト参加したブラッド・ペイズリーのシングルヒット曲、ウイスキー・ララバイが音楽イベント賞を受賞した。2006年、ジョン・ウェイトが自身のヒット曲、 ミッシング・ユー・オ・クラウスとのデュエットでセルフカバーした。このバージョンはコンピレーションアルバムロック・ザ・ボーンズボリュー Vol. 4に収録され、後にウェイトのアルバムダウンタウンジャーニー・オブ・エ y ハー A やクラウスのコンピレーションアルバムベスト・オブ・アリソン・クラウスアハンドレッドマイルズ・オアモアにも収録された。2007年10月、ロバート・プラントとのコラボレーションアルバム レイジングサンドをリリース。同アルバムは、全米2位の大ヒットを記録して、グラミー賞では、同アルバムが最優秀アルバム賞と最優秀、コンテンポラリー・フォーク、アメリカーナーアルバム賞を受賞して、収録曲、プリーズ、リード・ザ・レターが最優秀レコード賞、リッチ・ウーマンが最優秀、ポップコラボレーション賞、キリング・ザ・ブルースが最優秀、カントリーコラボレーション賞を受賞した。 2011年7年ぶりにユニオンステーションと連名のアルバムペーパーエアプレイをリリース。同アルバムはビルボード200で3位に達し、ビルボードのカントリーアルバムチャートでは自身初の1位獲得を果たした。アーティストの姓またはバンド名の五0音順で記載。ありがとうございます。